はい、みなさんこんにちは、高橋さしみです。そして新藤です。そして宮里優作です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どん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 濃くなってきましたね。エキサイトしてきましたね。ちょっとやりすぎだね。いや、どうぞ。はい、続きましてこちら、はい、グリーンの上に来ました。はい、はい、パター皆さん持ってますね。はい、ここでですね、プロの打ち方、はい、教えてください。はい、ロングパットとかショートパットで例えば それぞれ気にしてることとかありますか？打ち方はあんま気にしてないです。気にしてないですか？気にしてないです。ちなみにグリップの握り方は、はい、あ、そうなんです。僕ちょっといろいろ苦労してて、はい、あの黒グリップになってるんですけど。黒グリップ、ちょっと待って、今のトシミちょっと広がらないとダメだ今の。もう一回言いますよ、はい、僕いろいろ苦労してて黒グリップになってるんですけど、はい、うん、ちょっと意味で分かんないから。これクローグリップって言うんですよ。はい、はい、はい、この打ち方 ね、はい、はい、でパターで僕ちょっと苦労してるんでいろいろ、はい、あ、遅いわい、3回目、ごめんなさい、ダジャレだったんですね。日がくれるって言うの、ごめんなさい、すいません、本当にすいません、勉強不足です、とんでもない、すいません、僕はまずかったね。そうなんで、まあグリップは、はい、あの人それぞれ全然、はい、あのいいと思うんですけど、はい、やっぱ、はい、パターも一緒で、その、まあ、硬くならないっていうのが一番なんですよね。なので僕の場合はなんでこれにしてるかというと、右手がものすごく強くて、あ、やっぱりパッティングの時に、試合でもやっぱりプレッシャーかかったりすると右がものすごく強くなっちゃって、こう両手のバランスがすごい悪くなっちゃう。なのでもう右手を極力こう握りたくないっていうところで、このグリップこのグリップに変えたって、はい、変えたんですね。そうするとこう少しあのスムーズに動くようになって、あ、はい、じゃあ右手を使わないために今のグリップに変えた。そうです、はい。どのぐらい前に変えたんですか？もう7年ぐらい前ですか。あ、はい、やっぱり結構変えてから違いますか？まあ正直その軽いイップスみたいになって手が動かなくなっちゃったんです、うん、試合で、あ、もうどうしようもないってなって、うん、あまりに入んないで目つぶって打ったりしたんですよ。へ、僕の後輩でぬかがたつのりっていうのがいるんですけど、うん、彼が優作さん目つぶって打つと結構いいですよ、そういう時は、しびれた時は、うん、分かったって、うん、試合で僕目つぶって打ったら、うん、6メーターが3メーターしかいかなくて、バカ野郎っつってセンスねえと思って、まあ、グリップを変え出しましたね。でもね、でもそれを試合でできるってやっぱり相当こうなんだろうな、思い切りがないといけない、思い切りがない、もうよっぽどテンパってた、目つぶってできないよ。あわやスリーパッドだった。なんでまあグリップは本当多分人それぞれみんなあると思うんですけど、はい、僕が教わったのはやっぱり左手の握りはやっぱりこうギュッと握れないようにしたいんで、パームグリップ、真ん中で握る、これシワがあるじゃないですか、ここに、はい、こういう生命線、はい、ここにだここ開くんですよ少し、はいはいはい、開くですね。そしたら握れないんですよ、逆にグラグラ、こういう感じで握るんです、はい、そう開いちゃう、こういう感じですね、小指離して握るぐらいな感じですね。なるほど、はい、そうすると握らなくなるんですよ、うんうんうん、で柔らかく握れるようになるんで、なる、確かに、こういう要は横の動きは入んないけどこっちの柔らかさが出るんですね、こっちのこういう、うん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 、はい、そこです、そこです、はい、ちょっと物足りないなっていう感じだと思う。そうですね、はい、だけどこう柔らかくなるんですよ、左手の動きが。ちょっとこう逆に中で動いてるぐらいなグリップが、うん、はい、動く、これ勝手に行くんですよ、ポンって。ああ、確かに、はい、ヘッドが勝手にポンって出るんで、ここで握って、そう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 、そうそうそう、ああ上手、こういう感じに、はい、右はもう自分の好きなように、左手だけはそうしときたいな、はい、打ってみます、はい、いきなり入った、あ、いきなり入った、おお、びっくりした、タッチいいですね、なんかすごく分かりやすいです、ポーンってヘッドが出る感じ、はい、いきます、なんか、はい、勝手にいきます、そうです、そうです、自分の体でいってるんじゃなくて、はい、この上げこうした時の重みでこうやっていってます、そうです、そうです、そうです、ここだから動いてるのがすごい分かります、今日は振り子みたいなイメージなんですよ、はい、手の中で実際はこうなってないんですけど、はい、こういうイメージが出るんですよ、あ、うん、すごい、こういうこの角度が揃ってるのがいいんですよ、こっちから見て、そっちから見て、こう左手とこの
シャフトの角度、これ、はい、これを揃えやすくするためのこの真ん中なの。それがここまで来てる。僕はちょっとでもまだちょっと特殊で、ハンドファーストすごいきついんですよ。ハンドファーストきついからもう極力手を使いたくないっていう、うん、こう普通に戻すとやっぱ手使っちゃうんで、うんうん、もう手を使えない状態にしといてこう柔らかく握る。全然曲がない。硬くならないっていうのが一番いいですね。お、入る。おー、やっぱね、すごいよね、こう動かないもんね、体がこうやって。それはやっぱ大事ですね。会社もグッとではなくていいんですけど、どっかにこう体重があの安定してるところを自分で見つける。例えばこういう人もいるんですよ。こっちが安定する。自分がこう、例えばこれもう普通これぐらい。こっちが自分が安定する。その、まあ、歩幅を見つけて、構え方を見つけて、そこからストロークですね。こういうちょっと上りだなって思うときは、ちょっとだけ僕はあのヘッド前に出します。自分でパチンってこのインパクトで調整するんじゃなくて、フォロースルーの長さでこう。ああ、なるほど、はい、なるほど。届かないと思ってね。そう、届かないと思って打っちゃうと逆にタッチがまちまちになっちゃうんで、うん、フォロースルーをちょっと出す。あ、はい、おお、なるほどね。いや、はい、いつもね、上りとかやっぱ重いグリーンってちょっと苦手なんだけど、うん、ね、打たなきゃいけない、うん、打たなきゃいけないってなると、もうすごいこうパチンパーンパチンよね、まちまちになってる。だけどフォロースルーをこう出すと、そのスピードも一緒で、まあ行ってくれるっていう感じですね。はあ、これはすごい。フォロースルーを出す。そう。ストック伸びるもんね。そう、伸びるんです。うん、ゆっくり打ってんだけど、うーって伸びてる。自分で打ちに行っちゃうとね、もうライン乗らないもんね。出玉はぶれるから。インパクト調整はちょっと難しい。これは目から鱗かもしれない。下りは逆に出さない。あ、下りは飛んじゃうからね。止める。ショットと違って、あのパターって球曲げれないんですよ。スライスかけたりドローかけたり、うん、できないんで、じゃあ構えてから何できるかって言ったら、もうタッチ出すしかないんです。なるほど。自分の目標決まりました、ここに打つの決まりました、あと何するかって言ったら、それに向かってタッチ出すだけ。そうするとこうパッティングって安定してくるんですよ。外れてもずっと同じリズムで出るし、やっぱ入れたいとかタッチイメージできてなくて打っちゃったり弱かったり、こうバラバラってなると難しくなってくる。あ、僕はもう1個しかやらないです。あのもうこうこれだけですね、僕もうこれだけです。はい、ここを通ればいいっていう、はい、もうこれしかやんないですね。あとはもうタッチとかはもうコースに出てみて、うんうん、その今週のその何フィートかっていうタッチを自分の中に染み込ませていくんですけど、うん、基本的にはもうこれしかやんないですね。ペースを通すだけですね。はい、だボールを打ってるっていう感じじゃなくて、こう素振りしてるみたいな感じで打ちたいので、やっぱりこうここを通すってなると、インパクトをこうどんどん意識しちゃう時があるので、もうこれしかやんないですね。そう、うん、いいね。これだともう通っとけば必ず自分が思った通りに打ててるってことで、大きい筋肉使って打つんで、はい、うん、やっぱりこう細かい手先の練習ばっかりするとどんどん手でパターンも打ちやすくなるの でだんだん力入ってくる。なるほどなるほど。大きい力、大きい筋肉を使うことでこう安定する。うん、なので、はい、それを使うためにここに握らないように、うんうん、これ握らないようにすると大きい筋肉を使って動くので、うん、やっぱ握れるようなグリップにすると手がどんどんこう、はい、集中してくるんで、握ってないと。やっぱりいかにこうなんだろうな、シンプルに細かい動きを入れないように、入れないように、そうですね。で、力が入んないように。うん、そう、トレーニングも含めて、うん、その試合で力を入れるんじゃなくて、試合で力を抜くための
今トレーニングをしてるっていうふうに自分の中でインプットしてトレーニングもしないと、はい、あそれをこう飛ばしたいからトレーニングするっていうやり方だと試合でも力入っちゃうんで、うん、あ試合で力を抜くための今この筋力トレーニングだっていうイメージで皆さんこう練習とかもしてほしい。いやーすごいよね、力を抜くためにトレーニングをするって、うん、聞いたことないよね、うん、みんな飛ばすためにこうやってやってると思います。力をつけるためにトレーニングするみたいなね、うん、この筋肉を鍛えてとか、まあ、スピードイコールパワーになるんでゴルフは、うん、スピつけてもスピード出せないとパワーにいかないんで、それがやっぱりちょっと難しい。はい、ということで今回はパターをレッスンしていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。おさらいをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、まずは握り方から。そうですね、やっぱ左手は基本的にはパームで握った方が、はい、こう、まあ、ギュッと握らなくなるっていうのがありますんで、うんうん、ちょっとおすすめしたいところと、はいはい、あと、まあ右手はなるべく力を抜いて、はい、こうそうです、はい、グラグラしても構えないので、うん、まあちょっと大きい筋肉って分かりにくければ背中の筋肉をしっかりこう使って背中を動かしていく、うん、手じゃなくて背中でこう背中の筋肉を動かしてこうストロークする、はいはい、であと距離感の出し方なんですけど、飛ばしたいときはフォロースルーをしっかり出していく、うん、逆に下りで飛ばしたくないときはフォロースルーを止める、うーんっていうのが、まあ、ちょっとこう技術として持っててほしいところです、はいはい、ありがとうございます。練習するときにはさしてここをずっと通す練習を、ね、まあ、素振りですね、本当に素振り感覚の練習ですね、はいはいはい、この後はですね、はい、レッスンも踏まえまして、はい、3ホールほど、はい、この3人で私を含めて、はい、ラウンドしていきたいと思います。あ、お願いします。お願いします。ぜひ2人のバトルも皆さんリベンジご覧ください。いやありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、じゃんけんタイム、イエーイ。ミッキーじゃんけんじゃんけんポン。どうかな。バイバーイ。